きます。はい、あ、ピンいる？ピン。ラビミカ。この私キンクールみたいな、やばいよね、うん、これ結構色黒いファンデーション塗ってる。いや、このこれは普通の肌色で、うん、で、うん、でここシェーディング、シェーディング全部、なんかシェーディング2パターン持ってきて、うん、ごめんね、ガシガシやって全然大丈夫。なんかもう適当の方がね、これ漏れるんだ。このパウダーの方が色こうと、これなんかね塗るやつなんだけど、あ、いいね、ナイスです。あ、じゃあそっちのさ、このキャップの方、これ、うん、これ貸して。めっちゃいい匂いする。ディオールです。ディオールもうこれは何ですか。セザンヌ。セザンヌです。あ、でも言うてこのディオールとそんな、そう、これそんなね黒くないんだよね、なんか肌色だね、うん、普通の人間の。そうそう、ミカにとっては、うん、暗いな、ね、みたいな。でさっきの粉の方がすごいかもしれない。時にはたあのさっきの粉の方が黒い、黒いよね。黒いっていうかちょっとなんか、まあシェーディングだもんね、うん、影作る、ちょっと粉ぐらい、うん、ちょっとシェーディング借りていいですか。うん、結構オーバーにやんないと写真で伝わんなくて、うんうん、カメラ何回か自撮りしてどん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 付け足していったって感じ。結構飛んじゃうね。そうそう、なんかしかもさ、アプリで撮るとさ、うん、もう大体飛んじゃうじゃん、うん、でも結構もう、 もう笑っちゃってんじゃん人の顔がマジでメイクアップアーティストみたいなメイクハリウッドのメイクアップアーティスト、自分もすごいじゃん。すごいすごい。ちょっと一行さん的なノリでさ、やめてよ。そういうとこないから。私はちゃんと外国人の NBA 選手の彼女っていう設定だから、うんうんうん、いや全然それになってるよ、なってるんだけど、うん、なんかやっぱメイクしてる時の顔がプロの顔になってるからさ、あ撮りたいわこの顔。いやマジで撮らせたいんだけど、ちょっとあのこれ本当に実物ね、ひどいから、うん、いや本当に本気でちゃんと可愛いこのメイクもあるんだよ、うんうんうん、ただ写真をね2人で撮って、うん、ちょっと映え写真を撮りたいので、うんうん、そうなるとやめてそうなるとちょっと あのひどいことっていうか、あのオーバー何ヒート、オーバーヒート使ったオーバーなっちゃうわけですよ、うんうん、そんじゃそこらの、うん、ちょっとメイクしただけじゃ、うん、なかなかうまいこといかんんですよ。わかってくださいます、うん、ちょっと待ってね。ミカとかこのメイクマジ映えそう、うん、なんかさ、うん、この二重の線が広いからさ、うんうん、楽しめる、楽しめるね、眉毛描いたでしょ。でも朝ね普通に一回メイクしてんの、うん、何仕事、写真撮ってたの、自撮りしてたの、うん、マツパ行ったからさ、あーね、それのアフター写真。笑わないように上見んねん。ほんと絵描かれてるみたい。あ、全然違う。このさ、うん、本当はこれ用に、これとかさ、多分さ、それ用じゃないんだ。うん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 。アイシャドウだ。アイシャドウ。そう。もうあるだけのもので、とりあえずやってみようみたいな。うん、いきなり決めちゃったからね、2人で。うん。はい。これは、ハイライトです。手伝ってください。もうびっくりするぐらい入れます。うん。そして、ファンフォール。時短メイクですかってぐらい早いんだけど。いやもうそうだよ、もうだってまだ開始から6分してるもう結構仕上がってきてんだけどこれ逆にさ思うんだよね、なんかさギャルの時なんかメイク早かったんだよ、うんうん、適当っていうかさ、うん、ついてください。ここがくぼみ、うん、あなたの、うん、前見て、おお、やっぱ目二重でかいとあれだね。
そんな頭は静かめるのなのかメイクになかなかない絵面だと思うもうだってさないもうありえない骨じゃないようなここ眉毛の骨じゃないようなとこに今眉毛描いてるからドラッグクイーンメイクだよね。あまあほぼそうだね、うん、そうなっちゃうとさやっぱさこのつかみ方だよねちょっとごめんねみたいなものづくりって感じだよねコンシーラーでこの下のさ眉毛消したいな。うんうん、かちゃん面白い。いいね。なんかね、美香ちゃんね、ちょっとドラッグクイーンっぽい。いや、まあ、わかんないから、これ写真撮ったら、うん、これぐらいでやっと、じゃなくて、なんて、眉毛がね、しっかりしちゃってんのよ。うんうん、うん。結構、美香ちゃんって、いい意味でね。でもさ、眉毛細い方がドラッグクイーンみたいにならない。いや、まあね、描きました。うん。うん、なんか、ヒューっていう。こっち見て。ハリウッド行っちゃうかも。あなんか、眉毛眉毛の下を反らせてこの、うんうん、これでね消させて一回ここがいらんのよ、うん、こいつ生きてと生きて眉毛コンシーラーで消し始めたら本当いよいよドラッグクイーンなの。確かにもっと本当は白いコンシーラーが欲しいな。白ね。うん、バビミカ角度つけすぎたかも。絵だな。これ自分でつけれる。うん、あでも塗りますよ。やっぱ画面で見るより鏡で見た方がすごい。すごいね。結構ほら。本当だ、漆黒漆黒。目も。うん。OK。本当だね。粘膜によって全然違う。茶色の色です。いいよ。あなんか良い良いっていうかマジで、うん、外国の方になってきた。うん、NBA の感じ。うん、なんか良くない？良くない？いい。これで口をさブリンとさしたらさもうそうだもんね。あ、ベージュいいね、うん、そうもう一回いい。そう、待ちとかで、さっきのベージュにはい、超オーバーめに。あ、いいね、うん、めっちゃいい。え、めっちゃよくない？うん、てか可愛くない？ギャル？超可愛い。でも鼻細くしよう、ちょっと顔出してやんだから、うん、え、めっちゃよくない？ちょっとじゃあこれさ、もう一回撮って。え、ちょっとマジでさ、髪の毛撮ってカーダシアンなんだけど、すごくない？めっちゃキムカーダシアンなんだけど、結構良くない？え、ちょっとめっちゃキムカーダシアン。ちょっとこれなんかさ、なんでさ、どう、アイフォンなんか使うの？ライティングかな？やばっ。これ映像で見るより実物見た方がめちゃめちゃキムカーダシアン。ミカの方がキムっぽいから、ミカの方がベージュつけた方がいいと。私がこの黒つけた。うん、キムベージュのブラシってやつしてる。なんか自分のとこで作ってるよね。ミカめっちゃキム似合ってる。黒髪がやっぱポイントだよね。映えさせるね、うん、化粧を。なんかさ、やっぱ茶色とかだと、うん、ギャルっぽくない？うんうん、めっちゃ髪の毛固めるさ、うん、ワックスかジェルみたいある？ある。楽しくない？楽しい。おお、ねえ、マジ似合ってる。めっちゃキムカーダッシュや。海外に行くとき絶対そのメイクにしない。笑った。やっぱ
サバサまつげポイントだと思う。確かに濃くなるよね。うんうん、ついたの？ついてないけどなんか乗っかってる。それぐらいでいいの？うん、入っていこう。黒の子、うん、これね、緑、うん、これでめっちゃコンタクトあればよかった、ね、でもキム・カーダシアンってそんな目青いとかじゃないもんね。まあ確かに黒目で。めっちゃいいじゃん。めっちゃキム、めっちゃキム、カーダシアン系になっちゃった。バビミカキムめっちゃ公開しにインスタグラマーになってる。めっちゃええやん。リカめっちゃ似合ってない？リカの雰囲気でよりカーダシアンが、うん、いいいい。しかもさ、このカーダシアンがカーダシアンめっちゃ良かった。同じ色の下の半パンみたいでさ、ワクワクめっちゃいい。ワク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 オッケー、イエーイ。てかミカめっちゃええ。やばい、マジ。あ、これで見たら何のさフィルターもさかかってないやつで見たらさ、お化け。本当だ。でもだから日で見ると、うん、でもさ大体みんなこんなもんじゃない？日本人があのそういうことじゃない？うんうんうん、お化けだよね。お化け。ちょっと口に色ないからね。うん、もう一度。そうなの、ベージュだから。もう夜遊びに行くための、でもこう角度つけるとすごい、このさエラを出すとすごいキムカー出してる。なんか骨感出した方がいい。これめっちゃキムカー出しよっこい。この角度めちゃめちゃキムカー出しよっこい。ほんとだキムカー出しやんごっこできた。楽しい。めっちゃ早いよ。だってメイクスタートから撮影終了まで、やば、全部で33分だから高速ってことで、出来上がった写真楽しみにしてください。はい、あ、チャンネル登録してください。チャンネル登録してほしいから、あ、チャンネル登録してくださいって言って、あ、今それ撮るの、うん、あ、チャンネル登録してください。ん、いや、硬い硬い硬いチャンネル登録してください。あ、チャンネル登録してください。